神田の大糸桜は、山梨県北都市の大穴松向き、神田地区に生育している江戸悲岸桜の巨木である。推定の樹齢は400年以上と言われ、1959年2月9日に、山梨県の天然記念物に指定された。例年4月中旬から下旬に開花し、周囲にそびえる南アルプスや八ヶ岳の残雪の山々を背景に咲く景観を撮影する。 写真愛好家でにぎわう。水仙と神田の大糸桜。背後の雪山は、貝駒ヶ岳神田の大糸桜は、山梨県北西部の八ヶ岳南六、旧小淵沢町大和松向き神田地区の、標高約820メートル付近の棚田のあぜに、生育しており、田んぼの真ん中に位置する、見晴らしの良い一本桜の名木である。樹種は、 江戸悲岸の変種と言われ、下に7.5メートル、樹高9メートル、東西の枝張り20メートル、南北の枝張り20メートルと、枝張りが四方へ傘のように広がり、しだれた枝先が下水した美しい樹形をしている。しだれ桜では、山梨県内で最も大きなものである。八ヶ岳南麓の標高約1000メートル付近には、名水100である。 八ヶ岳南独高原有水群の有水帯が東西に連なり、これらの有水を利用した水田開発が中世以降から旧小淵沢町地区では盛んになり、神田の大糸桜のある神田地区も古くからこうした有水を利用した稲作が行われている。神田の大糸桜は、かつて神社への境米を作付けしていた神田のあぜに御神木として植えられたものと伝わっており、 暦のなかった時代に、この桜の開花は、農作業の開始を知らせる指標としての重要な役目も持っていた。また、桜の咲き具合から、その年の農作物の出来も占われ、花が一斉に咲く年は法年なりと、神田地区では言い伝えられている。1959年に、山梨県の天然記念物に指定されたが、当時は、地元の人間以外にはあまり知られておらず、 1975年に観光された水上務の我が草木木では関東の口絵に神田の大糸桜が使用されたが口絵の紹介文には神田の大糸桜の固有名はなく山梨県小淵沢町付近とのみ記載されていた中央本線の長坂駅小淵沢駅間の線路から北へ約150メートルに位置しており開花期には列車の車内からも 桜を見ることができる。京では山梨を代表する桜の一つとして知られ、多くの観光客や写真愛好家が訪れている。北西方面を望む。風上川となる北面と西面に、暴風ネットが設置されている神田の大糸桜は、近年、樹勢の衰えが著しく、枯れ枝が目立ち始めており、合併以前の旧古淵沢町時代から、桜の周囲に柵を設け、 根元付近が踏み固められてしまうのを防御するなど、様々な対策が行われたが、思うような成果が上がらなかった。北都市合併後の2008年より、北都市教育委員会による、神田の大糸桜受精回復等検討委員会が発足し、専門家らを交えた本格的な現状の把握、調査等が行われ、2009年より4か年計画で、受精回復事業が行われている。 受精回復事業は土壌改良、不定値誘導の二つが主体となっており、このうち土壌改良は根の広がる範囲の土壌を8分割し、対角線上の2箇所ごとを1年ごと順次、実施されている。不定値誘導とは、幹から生えてくる根を途中に誘導し、木に養分を行き渡らせる処置である。また、2010年より桜の北側と西側に、防風ネットが設置された。 これは主に陶器に吹きすさぶ八ヶ岳おろしと呼ばれる、冷たい強風によって、老樹で衰弱した桜の加賀や葉が落とされたりするのを防ぐために設けられたもので、2012年現在、年間を通じて設置されている。神田の大糸桜甲府神田の大糸桜の位置、山梨県北都市小淵沢町松向き2767。この他にも表記は、神田の大糸桜。 神田の大糸桜、神田の読み仮名を人伝とするものもあるが、本校では、北都市ウェブサイトでの記載表記に合わせた。ABC 村松正人、PP116 から117、ハット AB 社団法人山梨林業研究会編、PP68 から69山梨の文化財、リスト山梨県庁、2012年4月24日、閲覧。 AAB 神田の大糸桜北都市観光協会2012年4月24日閲覧北都市ホームページ北都市の文化財紹介山梨県指定天然記念物神田の大糸桜2012年4月24日閲覧山梨郷土研究会編 PP18 から19広報北都ナ、no. ンバーワン82006年4月号20ページに記載 2012年4月24日閲覧、神田の大糸桜受精回復等検討委員会、設置要項北都市教育委員会2012年4月24日、閲覧、広報北都ナンバー422008年4月号22ページに記載、2012年4月24日閲覧、神田の大糸桜北都市観光協会、ありがとうございます。